様子を見る。さあ、もういいだろう。そうなってくるとあの人しかいないけど。この人。そんな布切れなんか取りたまえ。石神雅人くん。君かい？そうか。そこまで偶然が重なってしまったのなら言い逃れはできないか。くそ、あ、スーツ着てる。最悪、僕が一乗院だとバレたとしてもバス爆破までには結びつかないと思っていたのに。残念だったな。ああ、残念だ。観念したまえ。どっちにせよ、もう英語界のビジネスモデルはとっくに崩壊している。予言組織も敵が増えて、壊滅するのも時間の問題だろう。英語界とは名ばかり。これ以上存続するのは難しいはずだ。くそ。どうしてこうなってしまったんだ。僕は焦っていたのかもしれない。それじゃあ石神雅人、殺人教唆および詐欺罪の容疑だ。署まで来てもらうぞ。その前に、いいか？なあ、木深川探偵。一体いつから気づいていたんだ？僕が怪しいと。それは住所だ。住所だと？彼は僕が紙に書いた住所だけを見て、それが英語館の所在地であることに気がついたではないか。あ、じゃあ、あの時からすでに。だから英語館内部に連れて行って、君のことを知らないか尋ねたのだよ。そしたら返事はノーだった。住所を知っているのに内部の人間には知られていない。ということは何か秘密があるに違いないわけだ。じゃあその後からわざと泳がされていたわけか。意地が悪いな。ふっふっふう。しかし、驚くことに、それだけではないぞ。何？実は、イモラスミカ君には、3年前から付き合っている彼氏がいるのだが、その彼氏からの依頼もあったからなのだ。え？それ、石神さんのことじゃ。いや、違う。彼がスミカ君を言いなりにするようになったのは、2年前、彼女が暴行の被害に遭った後からなのだよ。あ、イモラスミカ君が3年前から付き合っていたという男性、その名を沖村勇という。沖村勇？スミカ君の言う通り、情けないほど頼りない風体をした男だ。そうだったんですか？駅前で見かけた人じゃない？ですが先生、どうしてその人のことを？
だから依頼に来たのだ。イズナ君、君が僕の住所を教えたのだぞ。え、ああ、じゃあもしかしてその沖村っていう人はまさか。ふふふふ、そういうわけで、そこの石神くんより先に依頼が来ていたわけだ。じゃあ彼氏でおかしい話になるよね。彼女の様子がおかしいから事情を探ってほしいという依頼だ。なんだと？僕の依頼と全く同じじゃないか。そうだ。ついでに言うと、その沖村くんは彼女が二股をかけているような気がするから、その相手も探ってほしいと言っていた。しかし僕は休業中だったので当然断った。あ、断ったんですか？もちろん断った。その時はな。しかしその直後、偶然にも全く同じ依頼を別の男がしてきたではないか。しかも相手の女性は同じイモーラ・スミカと来た。これはどういうことかと興味が湧いたので調べてみることにしたわけなのだよ。そうか、彼女の名を聞いて突然やる気になったのはそういうことだったのか。じゃあ僕は初めから担がれていたわけか。うはは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 。事件の始まりからすでに君は怪しかったわけだ。くそ。さあ、もういいだろう。行くぜ。下にパトワーが来てるから、そこまで送ってってやるよ。くん。さて、イズナくん。はい。もう一仕事残っているぞ。はい、わかってます。それからホールに戻ってきた私たちは、釈迦堂さんにある人物を呼び出すよう頼んだ。了解いたしました。そしてしばらくのうち、その女性はやってきた。やっぱそうね。どういうことですか？これは。どうしてここに男が？美馬恵子だな。門沢文治殺害の容疑で逮捕させてもらうぜ。そんな。美馬さん、実はあれから証拠が出てきたんですよ。あんたの写真を持って門沢の家周辺を聞き込みして回ったらな、事件の前後あんたを見かけたって目撃証言がワンサと出てきてよ。見られすぎじゃない？ついでに言うと、門沢の情報が載ってる調査報告書のファイルと現場で発見した英語会の会員証からあんたの指紋が検出されたんだ。な、悪いが、こんだけ証拠が揃っちゃうな。無視もできねえんだ。来てもらえるかい？
この報告書を見て門さんのことを知った美馬さんは、おそらく門さんと何度か会ってる程度信用させたところで自宅で殺害した。そうですね。美馬さん、ひょっこりと優子さん、優子さん、あなたの行いは英語界を支えてきた釈迦堂さんへの冒涜ですよ。私たちがそういう短期を起こさせないために、あの人は身を削って必死に奉仕してくれていたのに。美馬さん、そうね、わかった、行くわ。でもその前に、釈迦堂さん。はい、本当にすみませんでした。辛かったでしょう。あなたはその身に受けた屈辱だけでなく、人を殺めた苦しみまで背負っていたのですね。さぞかし辛く苦しい毎日だったでしょう。一度の罪は人の心に悪気を宿します。今気づいてくれて本当によかった。この苦しみに耐えることに比べたら、悔い改めるなんてたやすいことなのですよ。あなたならできます。どうか信仰の反省をして、十分罪を償うことができたのなら、またここに帰ってきてくださいね。はい、ありがとうございます。そうして美馬さんはお化け部に連れられ英語界を去ったのだった。さて、急ぎ足だったがどうにかここまでは片付いたな。これで残るはあと一つか。そうですね、最後の事件。そっちは江口刑事がうまく手配してくれたようですから。そうか、じゃあ警察側に任せておこうか。はい、続く。どういうこと？あ、下の3つが解放されてる。ここが開かないのかな。なんで開かないんだろうか。じゃあせやかで駆動を始めます。駆動高木、1999年10月9日マリハマ警察署取調べ室。昨晩、突然江口刑事たちが押しかけてきて、流されるまま僕は一晩拘留されることになった。そして今取調室で待たされるのがどれだけ落ち着かないことなのかを実感している。腕時計の針の音だけが室内に響いていた。やがてお化け部と
江口先輩が入ってきた。昨夜はよく寝れたか？あまり。そうか。どうしましょう。話す。気分はどうだ？それもあまり。まあ、そりゃそうだな。お前さん、どうして今そこに座ってるか。わかってるな。ちょっとやりすぎたな。お坊ちゃん体質は抜けきらなかったか？今まで何でも思うがままだったわけだからな。さすがにここじゃそれも通用しねえ。容疑は二つある。重い方と軽い方、どっちから聞きたい？え？どっちも一緒だけど選択肢。こっちが重い方で、こっちが軽い方かな。重い方から聞こう。知らんけどね。そうか。じゃあ、軽い方から行くか。2年前の準強姦罪だ。被害者は妹浦澄香。お前さんが学生の頃、何人かでつるんで飲みに行ったって時だ。調子に乗って、飲み屋にいた大学生の娘に悪さしたろう。酩酊するまで酒を飲まし、路地裏に連れ込んで。お前さん方も、酔ってて気が大きくなってたんだろうが。翌日、我に返ってハッとしたわけだ。国家試験もパスして、これからエリート街道を進もうって時にどえらいことをしちまったってな。まあどのみちそこでお前さんは将来をドブに捨ててたわけだが、事実をもみ消そうと悪あがきをした。被害者の妹浦澄香が酩酊状態で、相手の顔すらよく覚えていなかったのをいいことに、仲間の一人、一番気が弱い鷲竹実を脅して自首させた。私が一人でやりましたって。そうだな。幸い目撃者もなく、思惑通りに鷲竹に有罪判決が下りて、まあ一件落着ってわけだ。それでお前さんはそういう都合の悪い記憶を心の奥底に封印したってところだな。それを門沢の部屋で暴行現場の写真を見て思い出したんだ。それで君は倒れた。なるほどね。あの時写真の中身にショックを受けたのではなくて、思い出した忌まわしい記憶にショックを受けてたんだ。で、それ以後はそんな記憶に振り回されながら捜査をしていたと。ちなみにお前さんらが妹浦澄香を散々いたぶって放置して帰った後、偶然通りかかって
彼女を助けたのが石上正人だったそうだ。妙な巡り合わせだな。その件さえなければ英語界そのものができなかったかもしれねえんだからよ。話す。で、だ。あの探偵が言うには、8月に妹浦澄香が自首しに来てるはずらしいんだな。しかし、書にはそんな記録は一切残ってねえ。だから俺も自首には来てないと思って、そう言ってたわけだ。で、思い出したんだが、当時、そういった申告の処理を担当してたのは、お前さんだったな。もしも、だ。妹浦澄香が自首しに来たとして、過去の原因に怯えていったお前さんが、その当人とばったり会って、果たして冷静でいられたのかね、と思ったわけだ。お前さんにとっちゃ、妹浦澄香は、まさに恐怖の大王のような存在だったんだろう。いつ、本当のことを思い出し、証言され、自分の地を奪い取るかもわからない相手だ。お前さんは、それでも、警部補って立場だ。その気になりゃ、記録のもみ消しもできなくもね。さらに、妹浦澄香の遺体が発見されたって話が来たとき、お前さん、真っ先に飛び出してったよな。それで、現地の調査官にも確認を取ったが、お前さんが率先して自殺だと決め込んでたって話じゃねえか。なるほど。バス爆破の容疑がかかっていたことは渡りに船だった。おかげですっかり俺らも自殺だと納得しちまったわけだ。しかもお前、妹浦澄香の家に行って都合の悪い証拠を握りつぶしやがったな。残念ながら便箋の2枚目に書き置きが写って残ってたみたいだぜ。自首しますと書かれた書き置きだ。その時その部屋にいたのはお前だけだという証言がある。中庭って娘と会ったんだってな。自首するって書き置きがあるのに、実際来たって記録が残ってねえのはおかしいよな。もういいだろう。大きい方の容疑ってな、妹浦澄香の殺人容疑だ。やったのか？やったんだな。もう、黙秘権を行使します。ダサいな、こいつ。やれやれ。往生際が悪いな。警部。待つぜ、俺は。
どんなに長期戦になろうが。忍耐力なら、その辺の若造には負けねえよ。絶対な。そして、やがて秋は過ぎ、厳しい冬を越えて、新しい春が来た頃、工藤高木の初公判が行われた。たった一度きりの過ちが、驚くほどあっけなく人生そのものを台無しにしてしまう。世の中は綱渡りのようなものだ。工藤は公判中そんなことを考えていたという。ほんの少しバランスを崩しただけで真っ逆さまに落っこちてしまう。もう戻れない。いつどこでそんな過ちを犯すかわからないのだ。自分だけは絶対に大丈夫だといい気になっていた。一時の欲望に少し従っただけで今の生活をそう簡単に失うはずがない。そう勝手に信じていた。でも違った。今ならいかがわしい宗教にすがってしまう人の気持ちも少しだけわかる気がした。後半が終わった時、工藤は一言つぶやいたという。人の欲がいつか人類を滅亡させるんだと。工藤高木編、涼。